作曲家、サミュエル公演サミュエル公演は、ロシア帝国出身の作曲家であり、イスラエル国家であるハティックバの作曲者である。またの表記として、シュムエール公演ーーと申される。サミュエル公演は、1870年に、ルーマニアの国境沿いの都市であるヤシの近くにある、モルドバの運河に似て生まれた。1878年に、パレスチナへ両親と一緒に移住した。 1886年以降、ドウ栽培を学ぶためリションレジオンに居住。彼はバイオリンを演奏していた。1888年、彼はガリツヤ出身の詩人な二人ヘルツインベルによって1877年にルーマニアや詩で書かれた中で最も重要な詩の一節であるティッカテニに曲をつけていた。1886年に十節の詩からなるテキストは、 エルサレムのアケボのの頃、インベルラが発表していた。楽曲、ハティクバは1895年から、ドイツ帝国ライプツヒで、ブックタイトルは、フィアリーダー、エスティフリートラントのアレンジは、ゼーンズフトとして、CG レーディーダー社により発行されたテキストで、公開された。おそらく、サミュエル公演は、ルーマニアでよく知られている、キャンテックで舞い、または、キューカリウスシー u フリュンザ。 エヌスースとモルダビア民謡であるカルル c ー,ーボーイのメロディーから着想を得た。ドイツの音楽学者であるペーター・エーマヌエル・グラゲンビッツによるとサミュエル公演はキシナウから来たカントールであるニッサン・ベルツァー・シューピー・バークの天礼における成果からのモチーフを利用した。ありがとうございます。